これは新入社員が入ってきた春頃の話です。そういえばさ、あの新入社員くん、どうなの？結構イケメンじゃない？あ、顔はイケメンなんだけど、ダメ暗くて。え？ダメ？何が？なんかね、休憩中はスマホでずっとゲームばっかやってるの。へえ、なんだ。なんかさ、爽やかで好青年って感じだったけど、なんか結局は Z 世代って感じなんだね。そうなんだ。そうなのよ。山崎さんはさ、明るくていいよね。どうしたの？なんかあった？この会社って幽霊出ます？何？どうしたの？何よそれ、今山崎さんは明るくていいよねって話してたのに。ねえ、そうだよ、どうしたの？実は入社してから何回か変なことがあって、さっきも給湯室で見たことがない女の人がいたりして。え、幽霊？いやー、でも私たちこの会社3年勤めてるけど、一度もそんな話聞いたことないよ。入社してからずっとここだけど、聞いたことないけど。私オカルト好きだから聞かせてよ。え、ちょっとやめようよ、食事中だよ。いいじゃんいいじゃんいいじゃん。やだやだ、本当にやだ。いいじゃん、やだ、やめよ。大丈夫。
その場合はいくらになるんですか？あの新入社員は翌月に会社を辞めてしまいました。会社が辛かったのか幽霊が原因かはわからないのですが、お疲れ。また明日ね。お疲れ様、バイバイ。